列車砲、列車砲は、陸上では、運用が困難な大口径、大重量の下方、銃砲を列車に搭載し、鉄道レール、線路上を走行させることによって、移動を可能とした兵器である。貨物列車に走行を施し、比較的小口径の警報、対空砲、機関銃を搭載した走行列車とは、一般的に区別される。砲画を無害化車に搭載するか、 無害馬車そのものを砲画として砲を搭載したもので、砲の後径と後径長はまちまちであるが、搭載される砲は、カノン砲、カノン、カノンの中でも特に大口径、20センチメートル上、長方針、大重量、高所速、大威力なものが使用されることが多い。また、大口径、大重量の榴弾砲や、球砲も使用された。基本的に超長距離射撃を前提とし、 大口径砲から発射される砲弾、波高流弾、流弾の破壊力は多大なものであり、砲によっては最大射程は4万メートル以上を誇った。列車砲自体には自走能力はなく、機関車によって牽引されて移動し、搭載砲が大型のものは、砲側固定式で左右への旋回はできないか、可能であっても360度の全周旋回はできないことが基本出る。 左右の社会の確保は、カーブのついたレール上を移動させるか、転車台を用いて対応した。鉄道車両であるため、線路のない場所を移動することはできないが、鉄道網の発達した近代の欧米においては、まだ整備された道路網が未発達であった自動車に比べて、迅速な移動が可能であり、鉄道路線のない場所であっても、公平体によって、 軌道を敷設することにより移動や展開が可能であった。戦艦機に出現した中、大型の爆撃機は、すでに列車砲の砲弾以上の威力のある爆弾を投下することが可能となっており、また列車砲の最大射程と爆撃機の航続距離、戦闘行動半径は、比較になら、列車砲の存在価値は大きく減じられるものとなった。ただし、 空対地ミサイルをはじめとする長距離誘導兵器が未発達のこの時代では航空機は目標の上空に到達しなければ攻撃できないために防空網による阻止を突破しなければならずこの時代の航空機はまだ高い前転候、行動能力がないため運用できる状況に制限があり高精度の爆撃照準装置が発達していないために命中精度に難があるといった限界もあり その遠距離攻撃能力を常に十分な状態で発揮できるわけではなく、列車砲に対して絶対的な優位を確保できていたわけではなかった。このため、適切な状況で運用した場合には、列車砲もなお圧倒的な威力を発揮した。列車砲にも相手が同様の射程を持つ火砲を装備している場合には、打ち返されるという脆弱性はあったが、 大砲兵レーダーがまだ未発達なこの時代には、現実的には射撃されている側が、攻撃中の敵下方の位置を正確に逆算して、即座に打ち返すという即時大砲兵射撃を常に行うことは難しく、また列車砲の側も数発撃つごとに移動する。地形が許せば、水道、トンネルを利用しての射撃を行う。射撃時だけ水道から出て、所定の初数を射撃したらすぐに、 水道内に戻ることで敵の攻撃を受けるといった対策方法もとっていた。しかし、列車法は編成を含めてその大きさは、格好の目標であり、移動においては線路に制限されるという関係上、制空権を確保していない状況においては、その運用は困難であった。法自体の運用に多数の人員が必要であった上、移動のために牽引する機関車と、 その運用要因、軌道整備、修繕し、必要に応じて付設するための工兵隊、さらには航空機が発達するとそれから守るための防空部隊、高射砲部隊といった付属要因、部隊が多数必要であり、継続的な運用のための広報整備にも多大なリソースが必要だった。長大で大口径な美法は、方針の交換一つとっても多大な資源と設備、 人員が必要であったからである。また、沿岸防衛や国境線防衛のための兵器としてではなく、進軍する遊軍部隊を支援するものとした場合、移動そのものは鉄道網を利用して高速に行えるとしても、前述したような付属部隊を総合すると膨大な数の資材と人員を移動させねばならないため、投入を決定してから実際に現地に移動し、到着の後展開を完了して、 射撃準備が完了するまでには相応の間を要した。特に特別な伏線が前提となっていた一部の巨大な列車砲は運用そのものに多大な制限を受けており、第二次大戦直後にドイツ国防軍の列車砲を調査した連合軍の評価は技術的には驚き的だが、戦術的には失敗策だというもので、列車砲に注がれた資金、資材、技術者、兵員を 爆撃機の開発に回していれば大きな脅威になったが列車砲に回されたおかげで連合軍には有利に働けたと評されている。第二次大戦後の現代においては自動車道路網の発達や戦闘ドクトリンの変化、兵器技術の進化、特にロケット技術の急速な発達により長大な射程を持ち破壊力の大きな大口径大重量の砲弾を 発射できるという巨砲兵器の存在意義そのものが、弾道ミサイルや、地上発射型巡航ミサイル及び対艦ミサイルの前に失われてしまい、列車砲という兵器カテゴリーそのものが、大型のオーリン式自走ミサイル発射機、輸送機率発射機、電話、トランポイレクターランチャーにとって変わられているが、ソビエト連邦軍、ロシア連邦軍の大陸間弾道弾には、 列車移動が可能なタイプが存在したことがあり、見方によってはこれは列車法の子孫とも言える。列車法の概念は1853年にイギリスのアンダーセンが表したナショナルディフェンス国防というパンフレットに現れたのが最初である。ロシア帝国でも1860年代には同様の主張が現れている。列車法の初めての実用化、実戦投入は 南北戦争中、1861年から1865年のことであり、1864年のピーターズバーグ要塞をめぐる戦いにおいて、北軍が13インチ急砲を無害列車に乗せて、運用した13インチ列車急砲が初の列車砲とされる。以降、列車砲は世界各国の陸軍において、研究、開発、整備が行われ、 列強各国はこぞってこれを所有した。第一次大戦においてはドイツが要塞や残酷攻撃などに使用したものが有名である。ドイツ軍は中でもパリ砲と呼ばれる最大有効射程13万メートルの列車砲、合計21センチメートルを開発し、120キロメートル離れた地点からパリに超遠距離砲撃を行った。これに脅威を感じた連合国は、 ベルサイユ条約でドイツに対し列車砲を含む重火器の保有を禁止したが未知の技術であったロケットの保有は禁じられなかったこのためドイツはミサイルの研究に取り組み世界に先駆けて V2 ロケットなどの弾道ミサイルの実用化に成功した引き続き戦艦機には世界各国において列車砲の開発はピークとなった日本においても 帝国陸軍が1920年代に導入を模索し採用した90式24センチメートル列車カノンがある。方針はフランスのから購入、輸入し、車台や電源車は国産であった。本法は隠しテストが行われ、千葉県富津岬の富津車場に保管されていたが、太平洋戦争開戦時に改め木の上、 日本軍最大の火砲である姿勢41センチメートル銃弾砲と、共に満州国に送られ、ソマン国境の関東軍虎要塞に配備された。しかし、ソ連軍進行時には解体されて後方に、移送中であり、一説によると、ソ連軍に追いつかれて露獲されたという。また、実現はしなかったが純国産の列車砲を開発する、計画も存在していた。 第二次大戦においても列車砲は使用され、中でもドイツ国防軍、イギリス軍、ソ連道のお席軍が使用していた。ドイツは、クルップ系を、合計28センチメートル、最大射程61キロメートルを主力に、15センチメートル口径のものから、 ビスマルク急0艦用の手法と同様のものを用いた 38cm ジークフリート系列車砲まで、また実用化された火砲としては、世界最大である 80cm 列車砲、グスタフ及びラの愛称で知られるを投入している。なお、フランス陸軍の列車砲は、フランス降伏において多くがドイツに露獲され、レニングラード攻撃やノルマンディー戦で使われた。 イギリス陸軍の列車砲は沿岸防衛用にドーバー海峡沿岸に配備され時に沖合を行くドイツ艦船を砲撃し時に対岸を砲撃し時に対岸に配備されたドイツ軍列車砲の砲撃を受けたが大きな活躍は見せていない第二次世界大戦中にドイツが実用化した弾道ミサイルにより戦後の長距離火砲の世界には大きな変化が生じ これにより、列車砲は、急速に廃れていった。核弾頭の小型化がまだ不十分であった時期には、核兵器の戦術的投射手段として、長射程の大口径砲の存在意義はある、とされたが、列車砲は、線路のあるところでしか移動、運用できないというにおいて絶対的に不利であるとされ、いくつか開発されて生産された、いわゆる、原子砲においても、列車砲は、 運用手腕としては選択されていない。なお、1980年代にソビエトによって開発され、2005年まで運用された大陸間弾道弾 RT-23 NATO コードネーム SS-24 には列車移動が可能なタイプがあり、これを戦略兵器としての列車砲の後継と捉えることもできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。